そうですね。これからね、景気後退、経済的な交代が起きる予測が何点か出てますけども、まあ私もね、それ思わないでもないんですよね。経済がずっと右肩上がり、基本的に長期で見ると、どんどん右肩上がりだっていう前提で、いろいろと考えてきましたけども、まああのじ、人類のね、生産活動がピークアウトっていうのも結構ありえるんですよね。で、最近のお話では、そのトヨタの 新車、ランドクルーザーが、あの、受注を打ち切ったらしいですよね。まあ、というのが、原材料不足によってですね、ランドクルーザーを注文しても、納期が4年後とかね、そのぐらいになっちゃうんで、もう見通しが立たないから、まあ、だから、あの、もう注文そのものをちょっとね、ストップしたらしいんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、ランドクルーザーっていうのは1000万円を超える車ですよ。で、その1000万円を超える車の、 ドル箱なのに人気なのに注文が受けられないっていうことで当然注文をストップするとその生産も行われないわけですよで現金の流入もないし金利のやり取りもないとでそうなるとじゃあ店頭は何するのってことでランドクルーザーの店頭での販売とかディスプレイっていうのができないわけですよねそうなると営業マンもランドクルーザーに関しましてはもうちょっと役に立たないところになっちゃってね 当然ランドクルーザーの周辺部品とか専用のタイヤとかホイールとかああいったものも作られないですよねだからね何か一つが止まると関連して末端までかなり止まるんですよでトゲ立て乗車はランドクルーザーみたいなそう1台売れればね1,000万円みたいなのが主力商品がないわけですからグループ全体の売上とか利益にも関わってきてひいては従業員さんの給料とか設備投資費用もなくなっていくわけじゃないですか 本当に、ね、関連して関連していろんなものができなくなっていくんですよねこれは言うまでもないんですけどランドクルーザーっていうのは完成品を納品するわけですけども各個の部品を作ってる会社も原材料がないから仕入れることができずに仕事ができないってことになっちゃうんですよねそうするとねランドクルーザー一つを取っても,も経済が止まっちゃうわけですよお金を持ってる人もじゃあ車が買えないからしばらくお金を 貯金箱を入れととここうかなってことになっってて、にマーケット市場にお金を出さないってことになっちゃうんですよ。まあ、当然ですけどもトヨタ自動車の株価ってのも販売の方が順調でない場合はそんな動きませんから投資家さんも魅力を感じずに資金を引き上げてていくってことになりますよね。まあ、そういったのが連鎖していってじゃあ自動車メーカーに勤めてる人がマンションを買おうかなと思った時でも。 まあ景気が悪いから安い方に行こうかなもしくは来年再来年しようかなって感じで買い控えが起きると不動産も売れなくなるみたいな感じですよねで不動産が売れなくなるとじゃあ新しいマンション作ろうかなっていうふうにもならないですしねだ土地も売れなくなってくるとか、うん、そういった感じで連鎖して連鎖して連鎖していろんなものが売れなくなってくるわけですよでお金持ちはお金をずっと貯金箱に貯めたまんま 使わないし、投資しても市場流動性がないから、だから投資もしないみたいな感じでね。うん。あんまり新しい資金をどっかに入れようかってことにはならないわけですよ。で、まあ富裕層じゃないね、一般の消費者っていうのは、まあそもそも仕事がなくなってくるわけですから、仕事がないと、やっぱ貯金するしかないですよね。で、貯金できればいいですけども、その日暮らしであのすぐにお金もなくなってしまって、お金がなくなればもう使えるところがないんで、 もう節約どころかね今電気代の節約をしろとか言ってますけどももうすでに節約をしてる段階でこれ以上の節約ってなると必要なものまで使わないってことになっちゃうわけですよまあ本当にねなんか危ないですよねそうなるとあらゆる投資対象物がどん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 暴落していって暴落すれば含み損を抱えるわけですから投資家さんは。 いろんなものにお金を使うのをね、控えていくってことになって、お金持ち、投資家がお金を使わなければ、お金を使ってもらっていた側にもお金が回らなくなると。誰かの消費活動は誰かの所得になるわけですからね。その両方がどんどん失われていくってことになると思うんですよ。どうなっちゃうんでしょうね、これはね。そうなると。その予測もありますからね。経済が右肩上がりで、 金持ちは金を貯め込んでるっていうふうにね、妬んでた時代はいいんですけども、金持ちすら使う対象がないってことになると、それまでね、持っていたお金持ちに対する妬みっていうのは、あれ、お金持ちが経済を動かしてくれてって、感謝しないといけなかったのかなっていうふうに気づく面もあるし、あとはやっぱりね、ささやかな抵抗なんですけども、ビジネスをできる方が、やっぱ商品作って売っていかないと、経済回んないんですよ。買買える人は商品買っていく 商品売れる人は売っていく。で、投資のできる人は投資をしていってね。うん。で、先を見越して、さまざまなアクションしていかないと。やっぱりお金の流通、人の流通、いろんなものが移動してやり取りされるから、人類っていうのは、どんどん活性化していってね。うん、いろんなものが、人から人へ渡っていって、マーケットっていうのは、 血液がどんどんんん回っていくよようになるんですよこのままだと経済的な壊死をするんじゃないかなと思いますよね。うん。いやほんとなんかね、このままだとね、まあ例えば車をレーン取ると原材料費が高くなってるから値段上がるんですよ。ね。ランドクルーザーだってね、今日レーン出しましたけども、部品がないから、すでに既存のランドクルーザー市場に出てるものがどん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 高くなりますよ。だってもう、ね、作られ、市場に、 あれですよ。打ち出されないわけですからね、うん。そうなってくる。その次に来るのは、今度は暴落ですね。高くなりすぎて売れないから、そのまんま在庫が古くなっていっちゃいけないんで、安くしないといけないってことになってね。うん、結局、高くなり続けて、頭を打つと今度は安くなるっていう流れが起きるでしょうね。いや本当になんかね、今まで、 いろんなものが順調に回っていたんですけどもまあそのねロシアウクライナのせいばかりではないんですけども人類の進化成長にもここで大きな試練が来たかなと思いますよね地球全体で、まあ、日本もあぐらをかいてはいられないですからねもうそもそも日本人の所得っていうのはだだ下がりでこれは経済政策の失敗もあるんだけども経済制裁がねあ経済政策が失敗した程度だねまあ私たち一般労働者が そここまでで大きなな影響を受けるかってことなんですよやっぱり自分の能力をちょっと高めていって厳しい時代にも生き抜いていける力を持った人が一人でも多く生まれないといけなかったものをやらなかったっていうところもあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあいろんな原因があると思いますけども他にもね財政出動が悪かったとかね、うんまあ、経済政策の失敗もあると思いますしね、うん、あとはやっぱりこう経営者が。 経営人の富を優先した結果あの従業員さんの賃金アップを怠った賃金アップを怠ればそれは他社の商品が買えなくなるわけですから他社は利益を落としていって売り上げを落としていって結局経営陣も結果的にはお金が儲からなくなるわけですよね、うん、だからどん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 そのお金を回すためには従業員さんの賃金アップもしていってその従業員さんが 市場でいろんなものをねやり取りできるようにしていかないと経営陣がその内部留保を貯めたところで内部留保ってのは市場に流れてないお金のことですからね、うん、もちろん内部留保ってのは株式とかね証券とか債券に変えて市場流動性が高いものになってる可能性もあるんですけどもね、うん、まあだからね、あのー、内部留保課税っていうのをね言ってる人もいますけども内部留保って現金であるわけじゃないですからね じゃあ、内部流保課税をすると、内部流保に対しての税金を払うために、どっかのね、不動産を売却するみたいなことも起きてきて、不動産が結局暴落するみたいなことも、これ、呼び水になるわけですよ。深く深く考えていかないと、上辺だけでここに原因があるんだ、金持ちのお金が動いてないのが悪いんだとか言って、金持ちがなんでお金を動かしてないのかっていうメカニズムを知らないと、本当にね、的外れな考えになるんじゃないかなと思いますね。経済交代が起きる、その予測ってのは、あながち、 おかしななじゃなくて経済のことを学ばなかった人がこの経済交代を起こすんではないかなというふうにちょっとね経済の隅っこをかじって私が懸念してますね。はいじゃあ失礼します